皆さんこんにちは、ナビゲーターの早川洋平です。ポッドキャスト石原明の経営のヒントプラス、今日は第41回目です。石原さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、前回もお伝えしましたが、来る10月2日に東京銀座のアップルストアで、この石原明の経営のヒントプラス初の公開収録をやりますので、皆さんよろしければ。はい、だんだん迫ってきましたね。はい、はい、緊張してるんですか。ちょっとワクワクしますね。はい、ワクワクと緊張でした。ぜひ皆さん、お時間あればお越しください。楽しくない？だって。そうですね。緊張と同時にワクワクします。やったことないから嬉しくない？意外と番組たくさんやってますけど、ないので。あ、そう。はい、僕、綺麗なとこ大好き。あ、そうです、ね。間違いなく綺麗だと思います。目立つとか、そういうの楽しいな。はい。ぜひぜひ。はい。ということで、今日も質問いただいてます。今日は女性の方からいただいてますね。はい、ありがたいですね。ウェブ制作販促ツールデザイン技術職の方からいただいてます。石原先生こんにちは。はい。ポッドキャスト、石原家の経営のヒントプラスを毎週聞いております。第1回からためになるお話ばかりで、自分の価値観をひっくり返されるような気持ちを味わっています。一度始めたら継続するという先生のポリシーをとても尊敬しています。これからも応援していますので頑張ってください。はい、頑張ります。嬉しいですね。初回から聞いてるということで、41回聞いてるということなんですね。嬉しいな。はい、そんな彼女からいただいてます。女性労働者の育て方や昇給について、顧問先やご自身の部下にどのような指導をされていますか。この方女性ですね。会社の中で男性と同じルールで競争することに苦しさを感じています。いろいろな自己啓発本を読んだりセミナーを聞いてためにはなりますが、そのまま取り入れようとすると性格がどんどん男らしくなるため、すごく違和感があります。こうした苦しさを感じて、なるほど、昇給を断る女性も多いと聞きます。能力があるのに期待に応えてくれないというのは経営者にとって悩みどころだと思うんですが、石原先生のお考え、対処方法を教えてください。よろしくお願いします。はあ、わかりました。だけどこれあれだね、女性労働者っていう言葉使ってるけど、これすごい違和感あるね。あ、違和感がありますか。うん、僕は顧問先の社長さんに、はい、社員っていうのもあんまりこう使わせないですね。あ、うん、うちのスタッフって言ってもらうんですね。はい、だから労働者っていう言葉久しぶりに聞いたけ ど、 相当なんかこうあるのかね。この方自体がそういう環境にも。これ経営者の方は絶対にうちの社員とか従業員とかもう死んでも言わない方がいいね。うん、癖になっちゃってる人がいるんだよね。うん、で、本人は違和感なく使うかもしれないけど、はい、聞いてる方はすごく、なんつうかね、まあ自分たちをどう思ってるかみたいな形になるし、経営者同士で、例えばその企業間のやり取りをするときに、うちの従業員がっていうふうに相手の社長に不用意に言うと、そういうふうに思ってない会社ってすごくたくさんあるじゃない。うん。だから、まあ、癖で言っちゃってると思うんだけど、はい、まあ、社員さんとかね、はい、社員さんとかさんってつけるか、スタッフみたいな形の言い方した方が多分いいでしょうね。うん。うん、まあ、それに伴って、やっぱりその女性男性の問題っていうのはあると思うんだけど、はい、これね、女性はですね、ビジネスの中で勝っていくにはどうするかっていうと、はい、本当はその女性らしさを失わない方が、成功しやすいんじゃないかって僕なんか思ってるんだよね。ああ、そうですか。うん。で、一流の女性はとにかくその柔らかさを失わないもんだっていうのを、まあ、これ聞いてる女性がいたらね、はい、ぜひ分かってもらいたいですよねって思うんですね。だからエレガントとかですね、女性らしい表現とか言葉遣いは絶対に、まあ、身につけてほしいし、はい、通してほしいよねっていう思いますよね。だから、平等というのと対等っていうのがですね、みんな分かんなくなっちゃってるんですよ。平等と対等。うんうん。で、平等に扱った方がいいですよね。でも対等に扱われるのは良くないんですよね。うん。うん、対等って何かって言ったら男も女も同じだから、例えば男性女性って、まあ、その男性性女性性ってあるじゃないですか。例えば荷物持つんだったら男の方がいいでしょ。そうですね。筋肉あるし。はい、でしょ？だけど、対等ってなっちゃうと、女の子も荷物持てなくちゃいけないみたいな感じになるんですよ。うん。例えば、昔なんかであったけど、平等と対等がおかしくなっちゃって、同じことをしなくちゃいけないみたいなことになってさ、はい、JR かなんかで、女性の、そのスタッフの方もね、女性の社員さんも、徹夜するようになっちゃったっていうこと間違いだよね。そうか、それはその言葉というか、それだけが先走りしちゃったってことですね。そうそうそう。で、平等っていうのはお互いの立場を尊重し合いながら、向いてることを同じようにやりましょうみたいな形で考えてもらったらよくてね。例えば、兄弟で、平等に扱うっていうのはね、例えばお兄さんはお父さんの仕事をいっぱい手伝ってるから、とんかつがちょっと大きいんだよねみたいな、うん、まだ次男坊はあんまり手伝ってないから、はい、とんかつ小さいよねっていうのが平等じゃない。ああ、なるほど。
うん。まあ、そんな感じで、対等と平等がぐちゃぐちゃになってるから良くないと思いますよね。それから、この彼女なんかも本当にその、すごく仕事で意識が高いと思うんだけど、ね、なんで、女性らしさはすごく素敵なものなので、言葉遣いとか、立ち振る舞いとか、はい、まあ、仕事にもよるけど、着てるもの、着るものなんかも、絶対女性らしくした方がいいと思いますけどね。こういうのを聞くと思い出すのが、その、マクドナルドってアメリカにアメリカのマクドナルドで、はい、レイクロックさんというのがね、創業させましたけど、はい、あの人の 本とか読んでると、役員10人いるんだよね。その中で1人とってもエレガントな女性がいて、この人はね、多分レイクロックの秘書かなんかからずっと上がってったんでね。で、ビジネスの、すごいその、まあ、例えば、ある種ギスギスしたり、会議なんかも殺伐としていく中で、その女性の役員の方が、あの会議の休憩の時にね、普通にコーヒーを持ってきてくれるんだって。うん。うん、で、その時に、まあ、例えば、コーヒー入れるのは、男も女も、例えば、分け隔てなく入れるのかっていうのを考えてるのとね、いや、女性だから、私がするのが当然だっていうふうな形で、その彼女はしてくれたっていうんでね。で、そういう意味では、すごくあの素敵な、はい、あの方だったみたいなことずっと書いてあるんだけど、そういうのが大事なんじゃないかな。やはり今お話伺っていく中で、まあこういう、多分この方のいる会社は、特に男性の多いところかもしれないんですけども、その中でもうやっぱりそのエレガントな部分は？あ、絶対。だから、自分が意識しすぎて、男性の言葉を使うからいけないね。うん。もうその中で私もやらなきゃ。そう。もう逆で、女性らしさを発揮した方が才能を伸ばしやすいと思うよ。うん、もちろん、上司とかね、周りの関係もあるんで、特に上司には、自分の考えている中身、うん、思考とかをちゃんと伝えて、認知してもらうことが、まあ、努力としては必要だよね。それから、女性は、例えば家庭を持った時に子育てとかそういうのがあるじゃない？そうですね。だからそういうハンデもあるので、まあ、本当にその仕事で生きていくためには、そういうハンデなんかも、まあ、いろんな方法で乗り越えた方がいいんで、それはまあ、工夫した方がいいよね。例えば、まあ、医療系の会社で、まあ、医療系の施設でね、まあ、クリニックみたいなとこで、ご夫婦でこう経営されてる場合あるじゃない、はい、で、その時に、まあ、ご主人が明らかに、まあ、ドクターで、で、経営が向かない場合は、僕は、まあ、奥様の方に、はい、女性の方に経営してくれって言うんでね、うん、で、そうなった時に必ずその問題になってくるのが家とのバランスで、で、まあ、こういうアドバイスするんだけど、もう絶対にバーヤー雇ってくださいって言うんですよ。うん。うん、要するに家のことを、減らさないと物理的に無理でしょって。そうですね。うん。ところが、これすごい面白いんだけど、バーヤー雇ってることを絶対誰も言わない方がいいよと言うんですね。うん。うん。それは何かっていうと、女性側から見たときに、自分の子供を自分で育てないのは何事かみたいなことになっちゃうんだよね。あと、両親なんかもあるんで、でも僕は速攻、バーヤーさん雇いなさいって言ってですね、こういう探し方も全部教えるんですよ。で、それがストレスがなくなったら、本当に活躍してですね、あと遠慮しないで、うん、全部自分の考え方を表に出しなさいっていうふうなことを指導して、すっごくバランスよくなっちゃうケースってよくあるんですよ。で、女性らしさはそのまま全然。例えば、で、そういう社長さんたちには何言うかっていうと、例えば女性だったら、まあ、ヒールとかは、必須で履いてほしいね。はい、靴の。そうそうそう。いいですね、うん、まあ、仕事の環境っていうのがあるので、はい、それは別にして、例えば通勤されるときは、必ず、まあ、着替えしてね。女性は女性として、うん、まあ、例えばそのヒールとか履いてほしいんだけど、でもそのヒールにしてもね、本当に一流の女性は、ヒールのカツカツした音を絶対に出させないんですよ。はい、うん。なんで気を使って、何回か履いたら、靴底をきちっと、ゴム張り替えるみたいなことは普通にするんですよ。はい、うん、でね、こういうのを、例えば、誰にも言わなくていいから、自分だけのオシャレとして持ってたりすると、女性性失わないでしょ。例えば、休日は必ず、スカート履いて、エレガントな形で、お茶飲むでも何でもいいんだけどね。まあ僕はビジネスですごくおしゃれっていうのは大事だと思ってて、はい、自分の主義を通すとか考えを通すためにはすごく大事だと思ってるんでね。でもそういうこともやればいいんじゃないかなと思いますね。そういう意味では決してすごい、うん、ある意味難しいことじゃなくて、格好とかも、無理やり頑張ろうとしない、その女性らしいものをむしろそのまま出していいんじゃないか。うんうん、これね、言葉遣いっていうのもすごく面白くて、言葉遣いが荒っぽい人たちがいっぱいいるじゃないですか。はい、で、これ男性女性問わず、一人本当にきちっとした言葉遣いを話す人がいると、逆にそこに戻ってくるんだよね。ああ、なるほど。
うん、で女性がそうなれたらもうすごい素敵だと思うんでね、うん、まあ、そんな感じがします。もちろんだからってそんな簡単にできないよって思うかもしれないけど、あの真正面に立たない方がいいよね。自分の主義は主義として楽しみとして持ってて、誰か気がつき始めたら変わっていくでしょっていうことですよね。なるほど。確かにこの方、まあ、ここにも書いてある、いろんな自己啓発本読んだり、セミナーを聞いて、一生懸命頑張ってるんだけど、どんどん取り入れると男らしくなってしまうっていうところで、またそこも悩みだと思うんですけど、例えば、まあ、これは一概に言えないですけど、まあ、そういうセミナーにしても、まあ、いわゆる自己啓発書にしても、やはり男性書いたものが多いかなっていうのは僕も受けるんですけども、男性中心の、まあ、視点で作られたそういう情報を、女性として、なんて言うんでしょう、女性らしく受け入れるためのなんかヒントみたいなのってあるんですかね。うん、だから自分は女性だということを、ちゃんと、まあ、自覚してっていうか、女性目線でそれを受け止めるっていうことを考えた方がいいよね。自分が男性になるっていうか、そっち側に立つって考えないで、女性として自分がそれをどういうふうに、まあ、素敵に自分の中に取り込んだらいいかって考えればいいと思いますね。そういう意味では、まあ、先ほどの服装の話もありますし、言葉の話もありますけど、うん、情報の取り入れ方も全てその、なんていうんですかね、女性としての軸はちゃんと持ったままいれば、そんな振り回されることもないし、うん、男性の中でもきちんと輝ける、うん。そうそう。多分女性の方が影響力持つと思いますよ。うん、本当にその女性らしくなれば。まあ今まで長年、まあ男性女性いろんな方を見てきてですね、実際、女性が働きやすくなってきてるというふうに、社長さん思います。あ、もうどんどんなってますね。あ、なってますか。うん。それは特にここ最近顕著なのか、徐々になってきてるのかとか、原因とかももしないか。あ、徐々にもなってきてるし、ここは本当に顕著ですね。あ、だって考えないだろ、自分男性女性って。考えないです。考えないですよね。僕も全く考えないよね。で、僕の顧問先で、そういうふうな考え方をしてる会社があったら、うん、まあ、社長さん変えてもらいますもんね。あ、まず、うん。うん。まあ、ちょっとそんな風なことを考えてもらいながら、はい、女性というその視点を絶対に外さない方が女性は素敵だよっていうのを考えておくといいと思うんですね。はい。石原さん、今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。